今夜中の12時26分ですけれども、私はですね、動画の編集とかウェブページ編集してるんですけども、のびちゃんがここに来てですね、さっきからニヤニヤ泣いてますね。のびちゃん若いんであれですね、夜になると退屈なもんだから外に行きたがって泣いてます。今日もですね、夕飯食べた後に小一時間公園連れてって遊ばしたんですけれども、その程度じゃ我慢できないみたいです。ああやってですね、なんか泣き続けてますね、さっきから。昼間はですね、その分ですね、おとなしくてほとんど寝てますから完全な夜型ですね。で、夜にですねなるとですね、こうなっちゃうわけですね。でも夜はですね、でも人間はみんな寝るんで、私もですね、お母さんもそらくも、もうみんな寝てますね。私だけちょっと動画の編集とかですね、こういうパソコン周りやってるのは私なんで、遅くまで起きてますけど。どっか行っちゃったよ、兄ちゃん。どこ行った？ん？どっか行っちゃいましたね。あ、向こうに、なんか下の方に行く感じです。これはここは私の部屋ですんで、ここでいつも作業してるわけです。前は1階だったんですけども、1階の部屋とですね、2階の部屋ですね、そら君と入れ替えまして、私が2階に来てます。このパソコンですね、もう5年目、もうすぐ5年ですね。いや、もう Windows 10に変えてえらい目にあってますね。今でも調子悪いですね。 Windows 7に戻したいんですけども、その1階から2階の引っ越しの時にですね、ディスク関係ですね、ドライバー類、それからここ着脱式の、ハードディスクのなんですけど、鍵とかですね、全部なくなっちゃって、Windows 7に戻したいんですけど、なかなかうまくいかないですね。まあ、とりあえずですね、別ドライブに Windows 7入れたんですけど、なんかドライバーがあれもないこれもないとか言われてですね、結局今 Windows 10ですね使ってますけれども、まあいろいろ問題ばっかりやってですね、ついこの間までですね、頻繁に落ちましたね。突然落ちますね。それから今でもですね、私外付けのハードディスクを使ってるんですけど、 USB が全く認識しなくなると起動時にですね、こういう問題もあってですね、ムカついてるんですけども、パソコン買うと高いんで、動画編集用のやつですとやっぱり今だと15万ぐらいはしちゃうんで、来た。うん、あっち行ったりこっち行ったり、君大変だね。うん、これもですね、屋上に出られるよりですね、こう外開いてんですけどね。みーちゃんほら外出る？ほらもう出たくないみたいですね。お腹空いてんのね。じゃあ私寝る前にちょっとあげるからね、まだ仕事やってるからちょっと待ってね。うん、じゃあね。